実家に茨城の実家に帰った時に、はいはい、こう、はい2階に上がって、はい父母自分妹なんですよ。ほう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 で、はい、2階に上がると、はいまあ、畳がの部屋が2つ、はいはい、でこっち側に妹の部屋俺の部屋があるんですけど、はいはい、もうあの家出てからもだいぶ長いんで、はい、もう物置になっちゃってるんですよ、はい、いや分かります本当に。昔はそこで寝てたんですけど、はい、だからたまに実家に帰ると、はい、こっちの父親と母親が寝てる方に布団を敷いてくれるんですよ、はいはい、そう、はい、で父親は畳の部屋一人で寝てる、はい、でこっちの母親の方になんか2つ敷いて、はい、そこで寝るんですよ、はい、あのたまに実家に帰る時は、はいはいはい、いやそしたらさいつもその、こっちの畳の部屋で父親が一人で布団敷いて寝てる、こっち母親俺が泊まった時は俺がもう寝てる、はい、で毎回もうこの場なんだろ、はい、そしたら父親が酔っ払って先に寝るって言ってお酒飲んで上に2階に上がってったので、ね、はいはい、で母親も寝るって言って寝て、はい、して俺はなんか、実家に帰ってちょっとだんだんこっちの東京の生活もしてるからあの夜帯の生活というかちょっと父親母親も多分9時10時ぐらい寝るんじゃないかな、で俺は12時とか1時2時とかだったんで、で1回でなんかいろいろ自分のネタのやったりいろんなことやってて、はいはい、で風呂入って上に上がってったら、はい、いつもの父親が寝てるとこにもう俺が高校もう小さい頃から絶対ここで寝てんの、はいはい、まあ、珍しく酔っ払って、はい、母親の横ので寝てたの、はい、で珍しいのこんなこと、はいはい、と思って、はい、で酔っ払って寝てるし、はい、もういいかじゃあ俺こっちで寝るかって言って、はい、一応干渉深かったの、いつも父親が寝てるとこで、はい、俺もなんか寝てみて変な気持ちだなと思ったの、はいはいはい、そしたら父親が夜中トイレで起きて、はいはい、トイレにまず行くじゃん、はいはい、そしたらいつもの癖で、はい、戻ってきたのが俺のいつものところに帰ってくるじゃん、はいはいはい、したら酔っ払って帰ってきて布団めくったら俺がいるじゃん、うわ誰だ誰だとかなってほんで俺もいや俺だよ俺だよってなってでなって夜中に、はいはい、でほんで自分がそっちで寝てるから俺がこっちで寝たんじゃんって言ってうわうわって言って、はい、そんでおじゃあこっちで寝るわって言ってで多少酔っ払ってんのも残ってるから、はい、もうこっちの布団に戻るんだけど今度は母親の布団の方にめくっちゃって、はいはい、ガーってやったらうわーっつって母親もう誰だってなっていや夜中に70代と60代と40代がなんだこれはと思って俺いやいや予想できそうなもんですけどねいやそう佐久間さんが帰ってきてるなら佐久間さんが何も言わずに帰ってきて急に寝てたとかだったらうわーですけどちょっと本当平和すぎますよ佐久間さんの家